まあ、ミュージシャンとか音楽活動もしてたんですけど、それと並行しながら IT 系の会社を何社かやってたっていうようなところに、プロダクトミスで、まあ、億単位の損失っていうのがあって、億単位、この2年以内で宇宙到達目指して今頑張ってるので、もうこっからとにかくピピッチでいろんなものを作って、前半アストロエックス小田さんに来ていただいて、宇宙産業のスタートアップの事業みたいなものをいろいろ聞いてきたんですけど、後半はですね、ハードシングス的な話を中心に聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、改めてアストロエックス代表の小田です。宇宙開発の会社としてアストロエックス立ち上げまして、今ロケットの開発をしております。でちょっと特殊なロックーンという空中発射方式のロケット開発しております。よろしくお願いします。まあ、今度はそのアントレプレーナーとしての小田さんにもうちょっとフォーカスしていろいろ聞いていきたいなっていうふうに思うんですけど、過去にいろんな事業をやってきたんですよね、小田さんは。そうですね。なんか どういうなんか起業家としての変遷なんですか。もともとは大学は一応工学系で構造系やっていて、大学院まで行ったんですけど、大学院途中で辞めて起業したのが一番最初になります。でそこから結構、もう大学の時から結構 IT にハマっていて、まあ、ミュージシャンとか音楽活動もしてたんですけど、それと並行しながら IT 系の会社を何社かやってたっていうようなところになります。これも変わった経歴ですねミュージシャンやってて IT 系の事業をスタートアップして、はい、でそれをまあエグジットして宇宙の事業をやってる、はいはい、まあ、かなり変わってると思うんですけど、はい、今おいくつでしたっけ。32ですね、今年。濃いですね、まだ32かまあ、その32で、まあ、いろんな経験してきてると思うんで、はい、まあ、過去、まあ、これ結構きつかったなみたいな、はい、ハードシングスの話をなんか聞ければなって思うんですけど、はい、なんかこれまででなんかきつかったみたいな、どういうのがありますか。結構メンタル安定してるんで、まあ、毎日ハードシングスの中であんまりなんかハードシングスなんてないんですけど、過去一回こうなんか初めてご飯食べれなくなったのがで、ご飯食べれない、はい、あ、あのご飯1週間ご飯食べれなくて、あ、1週間ウイダーずっと飲んでやってたんですけどそれ相当痩せますね、はい、それは1社目の時ですね、まあ、まだ事業のこといろいろ分かってなかったっていうのもあって。何歳ですか。大学院出てすぐのその後の24とか5とかぐらいですかね、うん、の時にやって、でいろいろプロダクトを作っていて、まあそのあるプロダクトがちょっとそのプロダクトミスでいろいろトラブルがあって、まあ億単位の損失っていうのが億単位。そうですね、相当っすね、はい、あの時はさすがに結構メンタルやばかったっすね、うん、ミュージシャンもしてたんで、まあ うん、なんかその合間にレコーディングあったりとか、あのライブあったりして、リハとライブの間になんかそれの処理しながら、うん、あのウイダー飲んでみたいな、あの時は、まあ、結構きつかったんですけど、ただなんかそれが結構良かったのは、なんかそれすら振り返ってみたら別になんか今思うとそんな大したことなかったなっていうのがあって、いや大したことある気がするけど、 なのでなんかそっから結構より俯瞰して見れるようになって、 なんかあってもまあ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 大丈夫かなみたいなのはちょっと思いましたね、うん。その億単位の損失っていうのは売上の損失なのか、それとも借金的なものを背負わなきゃいけない損失なのか、 どっちもですね、合わせてみたいな感じ、あ、合わせて、はい、もろもろ込みで、まあ、億単位の、まあ、損失だったっていう、はい、うん、それをどう急場をしのいだんですか。まあもうどうしようもないんで、当時のメンバーにもなんかいろいろ言いたいこともあったけど、まあ、とにかくもう人のせいにしないっていうのをその時に決めてやって、うん、徐々に別のなんか事業やったりとかしながらプロダクトして、そこは耐えてみたいな。あ、なるほど。じゃあまあそれの解決策っていうのは、はい、なんか銀の弾丸みたいなものがあったわけじゃなくて、もう地道に経営努力で何とか回復してたってことですか。うわ、そりゃ大変だな。克服できたもんなんですか。その1週間ウイダーゼリーしか飲めないような状態から徐々にその立ち直るっていうのは、なんかきっかけがあるのか、もう自分の自助努力でなるもんなのかってどうですか。そうですね、なんかまあ意外とそのウイダー1週間飲んで、なんか別によく考えたら日本でやってるし戦国時代でもないし、なんか死にはしないなと思って、うん、死にはしない、うん、なんかそれがでかかったですね。なんかまあ別になんとかなるかみたいなと思って、うん、結構ね小田さんは淡々としてるんで、はい、その僕もまあいつも会話してて、まあ、すごい淡々としてるなっていう感じなんですけどなんかストレス解消法とかなんかあったりするんですか。あんまりストレスたまらないようにしてるんですけど、解消法はめっちゃしんどい時はもう本当に読書量死ぬほど増やして本に逃げます。もう活字で頭埋めてあんま他のこと考えないようにするとか、あと温泉とか。活字中毒の人です、ね、かもしれないですね、うん、めっちゃメンタルしんどい時はめっちゃ本読みます、うん、何系の本読むんですか。結構何でも読みますね。なんかいろんなその時ハマってるものの専門書系とか、うん、なんか生物学とか結構好きだったりするんで、なんかそういうのの本読んだりとか、小説とかもたまには読みます。
なるほど。僕もね、生物学の本が一番好きなんですよ。え、マジですか。まさかの。いや、確かにストレス溜まったら生物学系の本、僕も気づいたら読んでます。面白いです、ね。まあ、生物か歴史が僕は多いんですけど。歴史もね、好きですね、うんうん。歴史めっちゃ好きですね。なるほど。あれ、なんで活字中毒の人って活字読んでるとストレス解消になるんですかね。なんでなんですかね。なんか頭の中活字で読めて、あの、瞑想とかに近いのかもしれないですね。うん、他のこと考えなくて済むみたいな。うん、まあ、確かに、没入できますもんね、活字に。はい、その奥谷の損失出したって話は、まあ、過去の企業の時の話じゃないですか、はい、まあ、アストレックスで創業してからこれはきつかったなみたいな、なんかそういう話も聞きたいなって思うんですけど、いかがですか。はい、そうですね。いや、もう本当になんか毎日何かしらはあるんで、ハードシングス慣れしちゃってあれなんですけど、まあ、創業の時はやっぱり大変ではありましたね。創業時にいろんな人会いに行って、いろんな話を聞きに行って、ロケットやりたいですとか言ったんですけど、まあ大体もう話す人話す人全員が、いや、まあ無理でしょみたいな、絶対やめた方がいいよみたいな。そうなっちゃいますよね。まずそもそも10年かけて何百億集めるところからどうするかだよみたいなって、まあまあそれは確かにそうだなと思いつつっていうところでしたね。それって普通でいくと、まあ、そんだけ専門家の皆さんに、はい、そのやめろやめろって言われたらやめるかってなっちゃいそうなもんですけど、はい、その創業当時はそれ言われ続けてどう思ってたんですか。まあまあ、いや、僕が言う立場でもそういうようなぐらいで思ってたんで、でもまあ、うん、まあなんとか何かしら方法あるでしょうぐらいで思ってましたね、うん、なるほど。その時になんかこうやったらうまくいくんじゃないないかみたいな、はい、その勝ち筋みたいなものは見えてたんですか。言ってありましたね。まあ、あの、一つはやっぱり誰かができてることなんで、そもそもあのロックンって方式はないですけど、うん、何かしらやり方はあるかなって思ったのが一つですね。なんとかなるだろうっていう。なるほど。その根拠がなんか知りたいなみたいな。根拠で言うと、やりきる力はあるんで、そこがっていうのと、あとは、まあ、多分最悪なんかどう転んでも今のその宇宙産業の伸びと狙ってる市場と、まあ、ある程度その経営経験というところもあって、完全になんかダメにはならないなっていう自信というか算段はある程度あって、うん、まあまあまあ、それなりの会社にはどう転んでもできるなって自信はあったんでっていうのはちょっとでかいかもしれない、ね。なるほどね。まあでもそれ根拠あんのかっていうと別にあんまないですよね。はい、まあだから、まあ、その根拠のない自信がいかに大事かっていう話ですよね。まあ大丈夫なのかどうかみたいなところありますね。まあね、若干博打な感はあるけど、はい、まあ、根拠のない自信があったから今があるわけですからね。そうですね。うん、ちなみにその最初やめとけやめとけって、はい、まあ言われ続けた、はい、アドバイスしてくれた、はい、その業界の皆さんっていうのは、はい、まあ、今はなんか関係者変わったりとか言ってること変わったりとかしてるんですか。あ、結構みんな引き続きその交流とかはあって、うん、でこの2年で本当にあのいろいろちゃんと会社も作って実験成功させて、まあ、ロケットも作ってやってる中で、うん、なんか最初は絶対無理だよなって言ってた人も、まあ、なんかまあワンチャンあるんじゃないかぐらいの感じになってきたんで、まあまあ徐々にこうオセロをめくる感じじゃないですけど、なるほど、っていうのをやっていけしかないかなとは思います。業界の先輩の皆さんが徐々に態度変容してきたっていうのは、はい、何の要素が一番でかいっていう感じですか。まあ、ちゃんと立ち上げて、ちゃんとメンバー集めて、ちゃんと事業を作ってみたいな、そこじゃないですかね、おそらく、うん、その僕が最初に会ったのは、はい、そのまだ、まあ、いろんな人から反対されてるような状況だったフェーズでしたっけ。そうですね、多分最初の本当に立ち上げてすぐぐらいにおそらく僕連絡してると思うんで、まだ本当になんか立ち上げたけどみたいな、まだ何もないのもないんで。すごいよな。それが最初に会った時からもう結構自信満々だったんですね。狂ってますね。普通はそんだけその業界の皆さんから反対されてる状況で VC に資金調達来たら自信のなさがどっか出ちゃうはず、はい、だけどそれをみじんも出さない。それこそすごいですね。あ、うん、ありがとうございます。確か僕あれですよね、千葉工大に、はい、あのお伺いして、はい、あの、はい、和田教授とかもいろいろお話しして、はいはい、結構あの界隈の皆さんは小田さんに結構放り込んでたんですよ、はい、その時点ですでに。あ、よかったです、うん、嬉しいですね。うん、まあ、単純になんかやろうとしているチャレンジもすごく可能性がなんか僕も感じちゃって出資させてもらったっていう感じなんですけど。ありがたいです。そう、いや、初めてあの長さんに連絡して、一番最初多分直接はまあ1回ズームで最初に話したんですね、うん、確か、うん、でその時にめちゃめちゃ興味なさそう で、あ、まあ、あの場か、あのポートフォリオ見てたんで、まあ、宇宙そもそもやってないし、まあ、IT 系だし、うん、まあまあまあなんか興味ないだろうなと思って面談終わったら、あのなんかもう一回面談あのしてくれるってなって、あれと思って、で次会いに行ったらなんかあの研究室見に来てくれるってなったんで、うん、
いやそうめちゃめちゃ興味なさそうな感じしてて、あの興味持ってくれたんで、まあ、嬉しかったですね。なるほど。まあね、これ難しいですよね。その正直僕も厳しいかなと思ってお話ししてたんで、でもなんか変に興味あるっていう態度出しちゃうと、ね、ちょっと期待値コントロール的に、はい、なんか落胆の方がでかくなっちゃうと申し訳ないじゃないですか。なんであえてです。そういう性格なんか分かんないけど、まあまあそういうふうに言うようにしてます。まあいろいろまあ聞いてきたんですけど、はい、資金調達もね、はい、まあかなり苦労しながらも、ね、何ヶ月ぐらいやってましたっけ？半年以上やってたんじゃないですかね。まあいろいろ紆余曲折ありながら、はい、まあ僕も正直もう僕も正直厳しいかなと思っちゃいました。あ、そうなんですか。うん、なんか。僕1ミリも思ってなかった。はい、ね、ぶっちゃけ言うと、はい、まあ、結構もう断れまくっちゃったんですよね。そうですね。僕、うん、今回まあプレーンなんですけど100社ぐらい回りましたね。うんうんうん、これだけ回って、まあ、決まんなかったからちょっと厳しいかもなってちょっと僕もちょっと思っちゃってたんですけど、まあ、何とかねギリギリしっかりと調達、どれぐらい調達したんでしたっけ？なんか4億です、ね、うん、4億ぐらい調達して、で補助金もめっちゃ降りてるんですよね。あ、そうですね、降りてますね、うん、でエクイティも結局めちゃめちゃオーバーして集まって、まあ一部ちょっとお断りさせてもらってぐらい、うんうんうん、まあ、すごいいい形で集まったなと思います、うん、え、前の調達額言っていいんでしたっけ？はい、はい、いいです。いいですか。シードファイナンスで5000万しか調達してないんですよね。5000万、たった5000万の調達でここまでやるって相当すごいですよね。そうですね、うん、役員報酬取ってなかったりとか人件費もとにかく下げてとか、うん、開発もいろんなとこ巻き込んでそこの設備使わせてもらってとかで、とにかくコスト下げないを徹底してこの2年はやってました。うん、とんでもない ROI だと思いますよ。まあそうですね、うん、しかも結構余ってましたもんね、お金。そうですね、はい、まあ余って、まあ、まあ、一応余裕は持って常に経営はするし、うん、5000万のエクイティファイナンスも半分ぐらいしか使ってないでここまで来てますもんね。もうちょっと使った、もうちょっと使った、ある程度だいぶ余裕残しながらは。いや、すごいですね。なるほど。まあでもこれまでは、まあ全然お金使わないで、それでもしっかりと一個一個実験も全部成功させてきて、クリアしてきたっていうところが、まあ今回4億以上のファイナンスちゃんとできたっていうことで、また事業のまあ変化してくるっていうところだと思うんで、なんか どういうふう なんか展望ですか？はい、だいぶ今採用もとにかく加速していて、で、ものづくりもどんどん加速して、あの場所含めて新しく倉庫借りたりしながらやって、で本当にこの2年以内で宇宙到達目指して今頑張ってるので、もうこっからとにかくピピッチでいろんなものを作っていろいろ実験をしてっていう日々をやってますので。なるほど、2年以内。そうですね、2年以内にできれば、まあ、理想ですね。マジっすか。宇宙空間バーって行くのを見に行きたいんですけど、ぜひ。行ったら泣いちゃうかもしれない。いや、それはね、泣いちゃいますね、僕も。楽しみだな。頑張ります。うん、2年後ですか。楽しみですね、はい、うん、今後事業を成長させていく上でのなんかボトルネックとか、はい、なんかこのチャレンジを解決していきたいなみたいなって、はい、どういうものが今ある状況なんですか？はい、いくつかあって、まず採用のところで言うと、そもそも宇宙業界にいた人とかロケット作ったことがある人って国内外とはめちゃめちゃ少ないんで、採用は一つ大変だなっていうのは思ってますね。ただ結構いろんな産業の人が宇宙って関われるので、まあ、製造業の総合格闘技とか言われるんですけど、まあ、でもいろんな産業の人に宇宙でも働けますよっての知ってもらって、そのアプローチして今来てもらってるっていうところです。で、事業の難しいところで言うと、もともとこう IT をやっていたから余計感じるみたいなところもあると思うんですけど、やっぱりハードテックとかディープテックって IT と比べるとどう頑張ってもその PDCA サイクルめちゃめちゃ遅くなるんですね。 IT だと本当にとりあえず1日2日で作って出してみて修正とかできたと思うんですけど、まあハードテックだと本当にもう何ヶ月かで計画立てて、実験計画で部品取り寄せて、でその部品取り寄せもちょっとミスったら次の納期10何ヶ月ですみたいなもので、結構そういう計画を並行して走らせないと済むなっていうのは感じてます。なるほど、なるほど。まあ、プロジェクトマネジメント力が結構求められるっていう感じですね。そうですね、うん、採用でいうと、はい、今後どういう人を採用していきたいっていう感じなんですか？宇宙に限らず、宇宙やったことある人はもちろん大歓迎で、エンジニアリング面でいうと、例えば自動車で燃焼やってましたとか、うん、メーカー、まあ、ドローンで基盤設計してましたとか、結構本当にいろんな領域が必要になるんですね、うん、なので今もどんどん採用してるんですけど、結構多業種いろんなところから
来てもらっていて、で、まあ、その理系職だけじゃなくて、普通の会社なんで、文系職の、まあ、バックオフィスだったりとか、事業開発とか、そういうのもあるので、なんか結構宇宙興味あれば、あんまりなんか自分関係ないなとか、なんかどういう領域で働けるかわかんないなって人も、まずは気軽にカジュアル面談もやってるんで、連絡欲しいです。あ、了解です。カジュアル面談。なんか小田さんとカジュアル面談したらなんかいろん な, なんか話なんか盛り上がっちゃいそうですね、はい、まあでもそういう人の方がいいわけですよね。チェック記者が高い人の方がいいですよね。あ、そうですね、そういう人も、うん、はい、大歓迎です、うん、なるほど、ありがとうございます。アストレックス小田さんに出ていただきましたけど、最後までご視聴いただきありがとうございます。これからね、一気に有名になる会社だと思うんで、今のうちにですね、興味ある人はぜひ、まあ、ホームページからホームページから、うん、はい、ホームページから問い合わせていただければと思います。ご視聴いただきありがとうございました。あ、チャンネル登録とか、高評価ぜひお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。